こんにちは、サンサンへようこそ。今回の動画ではメール一括配信の配信元ドメインを設定する方法についてご紹介します。ドメイン設定を行うことでサンサンの管理しているサーバーからメールが送られていることを証明することができます。そのため迷惑メールにメールが入ってしまうことを防ぐことができます。では早速設定方法についてご紹介します。まずホーム画面の管理者設定からドメイン設定をクリックしてください。ドメインの登録の下の配信元ドメインにドメイン名を入力し登録をクリックしてください。 DNS レコードの確認という画面が表示されますので、こちらに表示されているレコードをご利用中のドメインに追加してください。登録した内容が反映されるまで最大48時間かかることがございますのでご注意ください。なお登録作業は記者のネットワーク管理者へご相談ください。 DNS にレコードが反映されたことを確認しましたら、ドメイン認証設定画面に戻り確認ボタンをクリックします。設定が正しく反映されている場合、ステータスに有効というふうに表示されます。以上で設定は完了です。ご視聴いただきありがとうございました。